はい、どうもビジネスの上田です、今回はですねラックアップするところの金具部分のね、ちょっとこうゴムの設置をねしてみたいと思います。ということでね、まあ、こういう形でホームジムが出来上がったわけなんですが、ちょっとここの部分を見てもらうと分かるんですが、ここのねセーフティーの部分はこうゴムが敷いてあるんですよ。だけどここの乗せる部分、フックの部分ね、ラックアップするところはもうこのまま鉄がダイレクトなので、ちょっと今回こういうのをね、ホームセンターでこういうの買ってきました。まず一つは結束バンドね、結束バンド、これ多分ね長さがね結構いるので、まあこれ37センチのものを買ったんですけれども、まあ、多分ね37センチもいらないと思うんだけど、まあ大は小を兼ねるということで大きいの買ってきました。でこういうゴムロールっていうのがね、5mm×50mm×1m っていうのがあるので、幅が5センチで、厚みが5ミリのものがあったので、まあ、これぐらいあれば音も吸収できるんじゃないかなと思います。でちょうどね幅も見てもらったらドンピシャだと思うんで、まあ、これをね使ってちょっとこの引っ掛けるところにね、ゴムをつけていきたいなと思います。はい、じゃあやってみましょう。まずハサミで結束バンドね少しだけ開けといて、でゴムロールも一旦まあ開封をねしましょう。まあ、こんな感じですね。はい、ちょっと一番これだったら下ろしてもね、セーフティーはゴムがあるのでこんな感じなんですよ、音がね。だけどラックアップするところはこんな感じでね、だいぶ激しく音が鳴るので、だからここにねこのゴムをこう敷いていきたいなと思います。こんな感じでね外せるのでね、こういう風になってます。こういう風にね、でここにこういう感じでこうゴムをね当てていくと、ゴムね、はい、まず長さを測って、こんな感じでね多分当てがうことになると思います。でこれも切ってみようか。でちょっとなんか段々になっちゃった。カットしてこんな感じね、こんな感じ、こんな感じになると思います。そしてこれを結束バンドで、結束バンドねこっちからやらないと動かないから、ここはね斜めなんですよね、からかな、斜めだから、まあ、行こうかな、ちょっとだけ行こう。このね、継ぎ目あるじゃないですか、継ぎ目。この継ぎ目が極力ね、目立たないところに来る方がいいと思うので、このね、中に継ぎ目が来るようにしておきましょう。よし、ほい、こんな感じ、こんな感じね。で3本目は上の方で止めると。でこれが後ろに来ちゃうとダメだから、真横に来ないとダメだね。おお、絶妙かもしれない、絶妙かもしれない。これね、なんで横って言ったかというと、つけるときにこうやってクリッと回すわけですよ。で予想通りこうなっててね、真横にあるからこうね、フレームにこうシュコンとこう差し込まれるわけですよね。だからこっち面についてると回らないし、こっち面についてるとシャフトをこうバシャンとこう乗せるわけじゃないですか。その時に当たっちゃうから、このね真横っていうのが絶妙なんですよ。だからこれね完璧かもしれない。一旦それでここで切りますね。こういう感じ、気がすると外しちゃうとなんかね、こんな感じでこういうとね、
うるさいのは。うるさいのこんなんだった。ここに貼らないとダメだ。よし、やろう。で、ここで気をつけないといけないのは、これも回すことを加味しないとダメだから。こうやって、こう加味すると。上下だろうね。上下で、こうだから、こことここに、どっちかに、継ぎ目を持ってくるんだけど、上より下の方が、リスクが低いというか当たる確率が低いと思うので下の方に持ってきて、もうこれ1本面積だからもう1本でいっちゃおう。よいしょ。さあ、ほい、できました。これでどうだろう。よし、やってみよう。こっち。じゃあこっち音鳴る方。いくよ。ね。もう一回比べるよ。全然違うぞ。ね。OK。一応これでいけそうだ。まあ最後何やったかというと、まあ、ここはねボムつけたんだけど。ここはゴムつけちゃうと厚みが増してこうフレームが入らないなと思ったんで、この結束バンドでねクッションをしたことで、ならなくなりました。ひょっとしたら横もゴムやらなくても大丈夫かもしれないね。まあ、一回ここにゴム貼って、ここ次は結束バンドだけやってみます。もう一個はね、好きな人はね、大好きなんだと思うんだけどね、全然興味ないんだよね。全然興味ないので、ただ面倒な作業でしかないんだけど、もうこれやってないでね、うるさいんですよ、やっぱり。ホームジムだけはもちろんなんですけど、まあ、うち会社でもジムやってるじゃないですか。あれなんかでもやっぱりガチャンガチャン言うと、周りのお客さんがね、会員同士がやっぱ音がうるさくなっちゃうので、極力こういう消音には気を使っております。よし。これとあとは結束バンドでだけでやってみると、こことここね、側面。あんまり締めすぎない方がいいね。締めすぎない方がちょっと空間ができるから、防音効果は高いと思うからね。ちょっとあえて締めすぎない。よし、こんな感じできました。中もね、こんな感じでやりました。よし、そしてお、ちゃんと取れます。これ完璧だ。ちょっと待って、これ音聞き比べ、こっち最初、こっちこっち、あとの方ね。最初の方いくよ。ね、最初、あとの方。これね、何が違うかというとね、結束バンドの幅が
ちょっとゆとりがあるから、そのゆとりの分で絶妙にね、結束バンドで完全に当たるところまでいってるんだよね。だからこっちは新しい方は遊びがなくて、こっちはゴム引いたから逆に遊びがあるんですよ。こっちゴムを取って、ゴムやりましょうかな。ゴム取って、ゴム取って、結束バンドで。あんまり親しみないのかね、ね。ボワッと広がってるからうまく走らなかったね。ちょっとしやすいかもしれない。まあいいや、よし、これでよし、いってみよう。これでうまくいけばすごく嬉しい。ちょっと向かいよ。あたら、こっちね、みんなからな、こっち側、こっち側ね、いきます。 OK、 次今度こっち側いきます。いいか、 OK ラインだ。よし、疲れました。ということで、まあ、こう防音対策ね、結構難しいんですが、ぜひ皆さんやってみてください。あと、いろいろありますよね。あのホースあるじゃないですか、水道のホース。水道のホースに切り込みを入れて、こういうタイプのね、あの棒タイプのセーフティーバーナーだったら、このホースをキュッとかませるとかね、まあ、いろんな方法ありますけれども。こんなゴムシートなんかもね、これ300円ぐらいでした。280何円とかだったと思います。結束バンドも、これが、37センチで50本入ってる分で、いくらかな、600円とかぐらいだったと思うので、まあ、1000円ぐらいです。1000円ぐらいでね、まあ、こういう防音対策ができますので、ぜひおすすめいたします。ということで、まあ、またね、これから、B レジェンド、まさに B レジェンドホームジムでね、やっていきたいと思います。ではまたお会いしましょう。さよなら。